調べたがルーマニアは手詰まりだ。話は嘘だったと？病院の痕跡ならあった。しかし患者の記録が見つからない。誰かが隠滅を図った。調査はもちろん続けるが、正直この男には過去がない。手を引くなら今だぞ。何か問題でも？チャンスは一度とおっしゃいませんでしたか？全て鵜呑みにするな、バーンウッド君。続行します。よかろう、見物だな。最後の試験は訓練担当官ソーダースの現役時代、1979年の任務に基づいているわ。ターゲットはジャスパーナイト。ソ連のスパイであることが発覚した有名なチェス王者よ。ソーダースはキューバの軍飛行場で標的の排除に成功した。あなたにはそれを再現してもらう。よく聞いて、 ICA の試験は通常ここまで難しくはないの。ただでさえ厳重な飛行場なのに、ソーダースは警備員の数を増やしている。あなたを失格させたいのね。訓練中の不幸な事故を装い、危険の芽を摘み取ろうってわけ。ただ私の介入は計算外のはず。ルール違反はお互い様よ。幸運を祈るわ。はい、皆さんこんにちは、ブンです。ヒットマン、続きやっていこうと思います。さて、最終試験ですね。こちらやっていこうと思います。とりあえず、進んでいこうかな。で、もちろんこちらのステージももう、何度もね、やっていろんな方法を知っているんですが、今回はね、これに沿ってやっていこうと思います。盗み聞きということで、人々の会話は貴重な情報源、重要な話をしていないか、こっそり耳を傾けろ。安全点検表はプリントしたか？ボードに挟んどいた。なあ、これって本当に必要なことか？器用なインテリ野郎をマッハさんの戦闘機に乗せるんだぞ。まあ、必要だろうな。了解、了解。安全第一ってやつか。誰がやっても構わん。こいつは命令だ。黙って全項目チェックしてこい。誰がやっても構わんということですが、ここがポイントですね。さあ、アプローチを発見した。どうやらジャスパーナイトはソ連のジェット戦闘機でキューバを出るつもりね。でもまずはジェット機の安全装置をテストするみたい。そうね、例えば脱出シートを細工すればナイト自らの手で最後を迎えさせることができるかも。ということで、こちらやっていきましょう。こっから乗り越えて、さてと、ですね、まあこのまま侵入もできそうなんですが、変装はしていきましょうか。うお、うお、言ってますね。何か変な音が聞こえた。ちょっと見た目の感じと声の喋り方というか高さというか、そこら辺がちょっとマッチしていないように感じてしまいました。さあ、警備員に変装しまして、点検項目をチェックするということで、まあ最初はですね、初めてやるステージはこういったアプローチというのをね、すごくヒントになるんで探し回るんですけど、まあキューバに残ってたらあの男は絶好のカモだ。今回のようにね、チュートリアルみたいな感じじゃなくても同じようにアプローチというのは出ます。ヒントがね、こうやって出ます。さあ、チェックしました。ジェット戦闘機の安全マニュアル。安全マニュアルによると、ジャスパーナイトはフライトチェックを終えないと離陸することができない。チェックは資格を持った航空整備士が実施し、脱出シートの点検も含まれている。ということで、整備士に変装しないと行えませんね。さあ、そこに、い
ました。さあ整備士に変装。さあしっかり隠しておきましょう。バレたら厄介ですからね。さあ脱出シートを起動するということで、さああそこに整備士の責任者らしき人がいますので気をつけないといけません。次は再考するの。今脱出シートはロックされてる状態よ。もう一度機能させるには工具がいるわ。電池が必要みたいなので、さあここの電池を使いまして再考します。さあこれでアプローチ完了。さあ罠を仕掛けた。ジャスパーナイトを呼び安全点検を行わせろ。チェックリストはグリップボードに挟んである。お見事よ。あとは何が起きるか待ちましょう。さあでは今日は何の整備だ。安全点検だ。さああれですね、ジャスパーナイトあそこにいます。中佐、中佐、整備士が何の用だ。さあジャスパーナイトに安全点検をしますよということで伝えに行きましょう。失礼。ジャスパーナイトさん、安全点検を行いたいので一緒に来てください。え、私も行くのか。危険なのか。まあそうだろう。安全点検があるくらいだからな。飛行機は苦手だ。逆さになって飛んだりするのか。ああいうのはごめんだ。絶対に。ご心配なく。どうぞこちらへ。行きましょう。安全点検はどうした。おいおい、アブラザルどうなってんだ。アブラザルってなんだ。早く行くよ。ナイトさん、機体を微調整したのでもう一度安全チェックをお願いします。どうしても必要なことなのか。分かったよ。これなんか2回やらないとついてきてくれないんですよね。なんかバグなのか、翻訳のミスなのかちょっとわからないんですけど、まあ翻訳のミスかもしれませんね。さあこれで一緒に来てもらい、今日は何の整備だ。さあどういうことになるのか楽しみですね。このバーコードって結構目立つと思うけど、後頭部の気づかないもんなのかな。特徴といえばもうかなり特徴ですもんね。さあこっちに来てもらってから安全点検を開始すると。ではナイトさん、コックピットへ上がってください。この47の声優さんの感じ上手ですよね。慎重に、感情がない感じが。手順1、シートベルトを締める。さあシートベルト探して。ああよし、締めたぞ。 OK。 手順2、座席のレバーを握る。探してますね。ちょっと待って。あ、これかな。よし、OK が出ました。手順さん、座席のレバーを引く。よし、行くぞ。はい。ターゲットを排除。さあ、出口へ向かって。要請機なんてこと、今のは現実だ。すごいですよね。もう本当にロケットのように飛んでいったからな。すごいよなあれ。結構ねあれは好きですね、今の方法は。ちょっと見てても面白い。はい、
終了。おめでとうエージェント、実戦任務を強化する。はい、で他の方法もいろいろあるんですが、このまま進めていきたいと思います。覚悟の上だろうな。ヘリは夜明けに立つ、さっさと行け。で、この次は？下界へ戻って姿を消して、常に単独行動、必要な時は連絡する。そうだ、そう。切り札を切って負けた、もう口は出せない。未だに信じられないけど、私たち勝ったのよ。己の敵を知れば。その通り。一つ報告。足取りはルーマニアで途絶えた。何の記録も見つからない。名前すら。彼らは俺を47と。それは名前ではないわ。今まではな。わかった。エージェント。最高の暗殺者、誰もお前を超えられない。その技術こそがお前の存在意義。お前は世界を変えてきた。失う者もいれば救われる者もいる。だが理想の世界について考えてみたことはあるか。組織にとって、自分にとって、少なくとも俺は知っている。世界に生きる者として理想も、そしてそれに伴う結末も。こんばんは47。目的地は最先端のクチュールブランドサンギーヌがパリで主催するファッションショーよ。ターゲットは裏社会で暗躍しファッション界の王となったビクター・ノビコフと、その恋人で元スーパーモデルのダリア・マーゴリス。ファッション業界のトップに君臨すると同時に、世界で最も危険な2人とも言われているの。彼らの実の正体は、世界中の機密情報をネタに暗躍するスパイ集団イアゴのリーダーよ。私腹を肥やすためなら卑劣な行為をも厭わない連中は、世界中でセキュリティリークを発生させ、大混乱を巻き起こしているの。クリミアの分離独立派がオデッサ原発をメルトダウンさせた時、セキュリティネットワークへの侵入を助けたのがイアゴだった。さらにヘルナンデス大統領が乗った航空機をデルガドの麻薬組織が撃墜した際に、事前情報を提供したのもイアゴだった。そして今回、ノビコフとマーゴリスはイギリス諜報機関に所属するエージェントの NOC リストを入手し、闇オークションにかけようとしているの。今回のクライアント MI6 の依頼は、このリストが流出する前に2人を殺害すること。会場は厳重に警備されているわ。それに多くの目がビクター・ノビコフに注がれているはず。ただそんな彼もイアゴにとっては資金源でしかない。真のターゲットは美貌と知性を兼ね備えたダリア・マーゴリス。彼女は組織の頭脳にあたる人物よ。ターゲットは2人。
人であふれかえる会場、一見して到底不可能な任務ね。でもあなたにとって壁は高い方が魅力的でしょ。準備は一任するわ。はい、ということで、ブリーフィングを見ました。ターゲットは2人なんですけれども、そして、今回の暗殺方法は、スナイパーライフルをちょっと使って2人とも殺害したいと思います。はい、今出ております。暗殺丸見えということで、花火を打ち上げる、ダリア・マーゴリスとビクター・ノビコフをスナイパーライフルで暗殺すると。で、まあチャレンジっていう風になってるんで、まあ括弧でね、片方を殺害した後10秒以内にもう片方を殺害すると、そして発見されないようにする。まあ、この発見されないようにするっていうのは、まあ自分を発見されないようにするということだと思うんですが、まあこれをクリアするとこのチャレンジがクリアですよという意味ですので、でもうね取っちゃってるんで、特にこのチャレンジをなんていうんですか、やるというか、まあ挑戦するという感じではないですね。はい、スナイパーライフルで暗殺するということです。はい、でスナイパーライフルはこの屋敷内にはあるのかもしれないですけど、ちょっと私は探せなかったんですが、一応アイテムを仕込むことができて、このこれですね、スナイパーライフル、はい、納屋に納屋にスナイパーライフルを仕込みます。はい、でスタート地点も変えられるんですけど、まあいいかな、とりあえずレッドカーペットでやっていきます。はい、ではこれでいきましょう。パリへようこそ47。今期の新作を披露する大切なイベントだから、ゲストも世界のファッション界をリードするそうそうたる顔ぶれよ。ビクター・ノビコフは舞台でスポットライトを浴びているはず。ダリア・マーゴリスは厳重に警備された2階でオークションを主催することになっている。警備の連中はどんな些細な動きにも目を光らせているはずよ。幸運を祈るわ47。さあ、まあこのステージからが本当にいいですね。こう自分で操作していろいろやってみるみたいな感じのステージですね。非常に大変でした広くてやることがたくさんあるというか、まあ、できることがたくさんあるって言った方が正しいのかな。非常に大変でしたね。なので、まあ前回ヒットマンアブソリューションを私はプレイしてるんですけど、全然違いますね。さあ、彼がビクター・ノビコフ、サンギーヌのオーナーでイアゴの首謀者、なかなかの経歴ね。さあ、これがターゲットですよさあ、では早速私は準備に取れたからと思います。さあ、不法侵入中。オッケー。ちょっと見つかると厄介なんだよね。さあ、ここに着替えがあります。宮殿スタッフに変装。さあ、あそこに宮殿スタッフがなんかなんかやらかしたのか分かりませんけども、なんか騒いでおります。さあ、ここは地下室で、まあいろいろね調理とかしてるところみたいですね。こういったね細かいところもちゃんとね細かく作ってあるんで、雰囲気とかは抜群ですね。さあ、で上に上がっていきます。さあ、このスタッフは実はですね1階までしか入れません。で、こっから先は不法侵入になります。さあ、そこにですねとあるスタッフがいます。すまないな。さあ、彼は技術スタッフです。
で一応ですねちょっとここ隠す場所ないのでこの辺に、はいすごい格好になってますけど、なぜここにするかというと、ドアが開いた時に実は見つかると騒がれるんですね。一応視認範囲がちゃんとしてるので、さあちょっとここね音楽がうるさいかもしれません。私の声も大きくなっているかも。さあそしてちょっとここでやりたいことがあって、ですねこれ監視カメラなんですね。でちょっとこれ壊しておきたいんです。 OK 壊れました。でこちらの部屋に用事がありますので入っていきます。さてと、さあスピードボートの鍵をゲット。ここはなんだっけな、なんかこの宮殿のオーナーだったかなの部屋かなんかだったと思うんですけど、さあそして彼は技術スタッフなんですが、ちょっと撮りたいものがあって、おい勘弁してくれよ。さあちょっとこれをね欲しくて、面白がってこういうことやるやついいんだな。はい、ちょっと音楽ほんとここうるさいんですけど。さあそしてちょっと外に向かいますね。トイレで誰かが話してるのを聞いたんだけど、2階でオークションか何かが開かれてる。さてヘリコプターがありますね。ずいぶん大きいヘリコプターですね。そしてモデル出し機も人が撮影してます。さてこっからがねちょっと慎重に行かなければなりません。さあそしてここにスナイパーライフルを隠しておきました。タイミング的にどうかな、これタイミングが結構毎回違うんでね大丈夫なのかどうか心配なんですけど、こいつ厄介だな。倒してもいいけどちょっと怖いな、いつもとタイミングが違うな。これやっとく。入れときます。やばい、あー銃をちょっと隠せなかったな、バレるな、バレちゃうかもしれないな。でもどっか行ってくれそうこの人。なんでここにこんなものが。ダリア、ヘルムートだ。あ、オッケー、どっか行ってくれた、逆にいい結果ですね。さあそしてちょっとスナイパーポイントに今のうちに移動したいです。結構いい感じにいってますよ今。ちょっと今のタイミングで本当はちょっとここで花火を打ち上げます。で大丈夫なんですけど一応念のためにこの人を倒しておいて一応こっちの方にやっておきますね。ほとんどないんですけどあそこにいるんですよ一応で今花火に皆さん注目してるんで上向いてます。さあそしてターゲットが出てきてます。でこのスナイパーライフル多分サプレッサーついてなくてあんまり近くに、あと十分近いんですけど近くにいると音でバレちゃうんだと思うんですよね。 OK で次
OK。 2人とも始末できたわね。さあそしてここにボートがあって脱出。はい、こんな感じですね。よかった、うまくいきました。だいぶ声が大きくなっていたかもしれない。大丈夫かな。モスクワの守備はカマロフは始末した。敵のスパイに仕立て上げて、FSB では相当なスキャンダルだ。奴の死は闇に葬られる。そっちはいいだろう。グローバルエリートの秘密だ。5年かかった努力の集大成さ。ウィキリークスがゴシップ誌に見えるぞ。ペンは剣よりも強しだな。だが誰にペンを渡すかは剣を持った男が決める。笑えよビクター。お前は安泰だ。さあ行け、素敵なドレスのおもりに戻りな。ビクター、いいショー、お前の最後の晴れ舞台になるだろうからな。はい、ミッション完了ですね。はい、まあこんな感じでやってみました今回はね。パリショートストッパーというステージです。はい、今回はねここまでにしたいと思います。で、次回からが、まあ、ちょっと次のステージも少しだけやってるんですけど、まだ全然よく分かってないステージなんで、次回からまあちょっとこういろいろこうやりながらやっていくような感じになると思います。でちょっと生放送でやるか、まあ、ちょっと動画でやるかちょっとわからないんですけど、まあ、生放送でやる可能性もあるんで、もしねお時間が合いましたらぜひ、見に来ていただけたらなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それでは皆さん良い一日を。